パーフェクトガンダムってやっぱり男心をくすぐるよね。マスターグレードなんでボリュームがすごくあります。この外装のパーツが完全着脱です。今回のパーフェクトと3つ並べると本当に最高です。を崩せ9月2日に東京秋葉原でオフ会イベントをやります。ぜひ来てね。 どうかこれにみなさん、こんにちは、オタワです。今日組むキットはこれだマスターグレード100分の1スケール、パーフェクトガンダムだ <laughs> おー、全国のガンガン野郎集結せよさあ、このキット、僕は過去にも一度レビューしています。で、に、2回目なんだよね。 なんだけどね、これ何回組んでもいいっていうぐらい、もう素晴らしい。これ傑作キットです。何がいいかっていうとね、まず二つ言うと、この外装のパーツが完全着脱です。それから、その外した状態の中のガンダムのプロポーションがとにかく素晴らしくて、もう純粋にプレーンなかっこいいガンダムっていう感じなんだよね。 そうでかなり昔に発売されたキットなんで色分けだったり、まあ、パーツの分割だったり細かい部分を今の目で見ると少し時代を感じるなっていうところもあるんだよねまあなんだけどとにかく素晴らしい世代の人にとってはねとっても懐かしいんじゃないかなと思いますプラモ教師が映っていますねこれがパーフェクトガンダムガンダムにこの追加装甲を装備した姿となっていますこれねあのサクサク組めてね簡単です これが京城くんですね。フィギュア付き。無塗装なんで塗らないといけないですね。人それぞれ好みはあると思うんだけど、とにかくね、ストレートにかっこいいんだよな、これ。僕はすごく好きです。この状態からね、パチパチ、追加装庫をね、取り付けていくのが楽しいんです。アっけーろ。あけろ、じゃーん。昔のマスターグレードはこういうボードが入ってるんですね。ランナー見ていきましょう。グレー。 あとはね昔のキットなんでねビスがぶ、えー、部分的にあるんだよねこういうところもね僕すごく好きなんだよねとにかくね分土土した時にねがっちりしてるんだよねさあ次クリアピンクのビームサーベルにホワイトパーツの分割とかも結構、まあ、今の目で見るとね豪快な感じなんです頭部周りの色分けこんな感じです細かい部分ねやっぱね塗らないと再現できないようなところもあったりとかするかな 京城のおなじみのマークやドライデカール。そしてセンサー類ですね。シールがあります。ブルーにイエロー。ポリキャップがあります。最近のガンプラではポリキャップってあんまりないよね。あとは部分的にラバーパーツもあります。こんな感じですね。お、これが最後になります。京城くんのフィギュアです。2パーツ構成になっています。この全体の説明書の感じも懐かしくていいですね。 こういう設定画とか、こういう読み物もちゃんとあって、いいんだよね。組み立て手順はまず中のガンダムを組み立てます。フレームに外装のパーツをはめていくんだけど、もうこれですでに胴体ができたりとか、頭部ができる。あっという間にね、上半身が出来上がります。下半身を組み立てれば、もうこれで完成なんですね。後半からはね、外装のパーツを組み立てていきます。 クロスアップギミックが好きな人にとってはね、たまらないです。ガンダムだけじゃなく、例えばセイントセイヤとかさ、まあ BB 戦士とかさ、ああいうのでね、こう、鎧を置く。あ、これ漫画があるね。そういえば漫画あったね、これね。そうだそうだ。クプラも京郎の大人になったバージョンの絵だ。まあちょっとあんまり細かく見れないんだけど。まあこんな感じであります。さあ、それではね、簡単部分塗装仕上げで組み立てます。組み上がると、こうなります。 あーできました必要最低限のスミレ、部分塗装で仕上げています。おおよそね、ここまでで全部合わせて3時間半ぐらいですね。センサーに貼る色分けシール。僕は使用しなかったです。ドライデカール。そしてマーキングシール。京白フィギュア。2パーツ構成になってて、少し柔らかい肌色のプラパーツとなっています。組むとしたら基本はこの目の部分ですね。 瞳の部分はあのディティールとかもなく、まあ、デカールもないんで、フリーハンド一発で仕上げないといけないかなという感じですね。結構難易度が高いですね。クリアピンクのビームサーベルが2本。さあ、そして中のガンダム。これめっちゃよくできてるんだよな今現在となってみれば、かなりのガンダムの100分の1スケールの利点物は出ました。なんだけどね、今の目で見てもかなりよくできてるんじゃないかなと思います。割とプレーンな造形に。 なっています。コアファイターギミックはオミットされています。で、部分的に塗装してて、ここですね。ここファントムグレーでちょっと塗りました。それ以外は、ほぼ成型色です。ここの V の字のところとか。今とな,なっては、パーツの色分けはなんてことないんだけど、この当時ね、結構嬉しかったですね。あと、目はシールを使わずに、あの、内側にシルバーの反射するテープを貼って、クリア素材を活かした仕上げにしました。 キラッと綺麗に光るわけじゃないけど、この質感がすごくいいですね。レッドの部分、ここもちょっと見づらいんだけど、クリア素材を活かしています。あとはバルカンの部分とか、こういうところも塗らないといけないんだよね。角もね、割とスムーズに、必要最低限でよく動くという感じです。引き出し式関節があったりとか、各部のこの追加装甲を取り付けるためのロック機構とかもあったりとかして、あの非常によく考えられています。 こんな感じですね。ポリキャップを使用して動かすタイプになっていますね。で、あと個人的に嬉しいのがフル稼働の手首になってるんだよね。あとフレームが ABS 素材になってるんで、ちょっと固めなんだけど、塗る人にとっては結構大変かもしれないけど、割と分塗度するにはね、がっつりしてて安心感があります。その他のギミック、胸部ハッチを開けると、中のコックピットシートを覗くことができます。これ暗くて見えないんだけど、中にパイロットフィギュアが入っています。 さあ、お待たせ。ここからは、ブンドドタイム。目玉ギミックの、この追加装甲を完全着脱。このギミックをね、じっくり紹介します。一緒に遊びましょう。下から行きましょう。まずは足から。このまま、スポッか被せて、後ろのパーツで蓋をする。パーツがぴったり、はまるところと、6機構によって、しっかりピタッとはまるところが気持ちいい。 足元が赤からダークグレーに。次は、すね。ちょうどこの部分ですね。これを指でこのように押してあげると、ジョイントが出てきます。戻すときは爪掛けがあります。これめちゃくちゃ有能だよね。反転させて、三分割構成になっています。まずは外側。ここの黒い部分はラバーパーツになっています。フィット感抜群です。こういう風に、左右を当てがいつつ、ここのグレーのパーツが、 ロックジョイントになっていますこの中央部分ではまります後ろも同様にジョイントがあってピタッとはめることができますそしたら正面の部分これは3点でロックするわけですねさっきのジョイントも使用しますおおがっちりです反対側も同様 ちなみに僕はセイント聖夜の直撃世代なんでこういうクロスアップギミックのあるおもちゃやまあ立体物プラモデルとかが大好きなんですねやっぱギミックのあるプラモデルいいわ童心に変えれますさあ次腰回りですねこれも反転ギミックがあってこのように回せばこれがジョイントとなります さあ次は胴体行きましょう。これ面白いのが引き出し式関節があって、で、ここの部分ですね。これをこのようにひっくり返すと。これがジョイントになります。ただの分割線じゃなくてちゃんとギミックがある部分なんですね。これを出したら、今度は背中ですね。サーベルを抜く。サーベルラックのあった部分、ここが押し込むと 中に入るようになっています。そしたら、後ろのパーツ。で、これがロックジョイントになってますね。ここ。あとは中にもあります。凹凸がこれでバッチリ噛み合い合うわけですね。そしたら、正面。さっき展開したジョイントなんかを使います。ラバーパーツで、 サイドスカートに取り付けるパーツがこのまま付いています。ここに凹凸を噛み合わせて取り付けると。めちゃくちゃ楽しいね、これ。<laughs> これいいわ。さあ、そしたら腕いきましょう。まずはね、これが肩アーマーの一部になっています。これを引き出した肩のここの隙間にはめ込みます。これを。 ロックしててはめてこの部分がちょうど爪になってるわけですね。あとは下のところにもあります。こうやって押し込むとピタッとはまります。反対側も同様。そしたら腕いきましょう。これが左側のシールドパーツです。ちなみにそう、これはね腕時計のバンドで作ったというあの京城くんのあれどおりになってますね。さっき取り外した。 サーベルのグリップをここにセットします。もともと一つついています。そしたらここでかぶせるわけですね。腕に腕時計バンドを当てがってから凹凸でかみ合わせると。反対の腕はバックパックと一体化になっています。ちょっとこれも見ていこうか。これですね。これを取り付けると。なので、 先にバックパックを取り付けます先と同様の工程ですバンドをあてがってからここにこのように取り付ければこれで完成パーフェクトガンダムだ <laughs> お見事に完全着脱 あ、やっぱこれいいですね。追加走行によりボリュームアップ。横。そして後ろ。やっぱりこういう傑作のキットっていつもう何回組んでも素晴らしいなって思いますね。マスターグレードなんでやっぱりボリュームがすごくあります。こんな感じで動かしてもそれぞれのパーツがポロリすることは全然ないです。あとは中のガンダムの関節がほぼ生きてるんですね。なので こういう稼働も申し分なしといった感じですね。非常に分度度に適しているといった感じです。今のキットって、それぞれのモビルスーツに応じた、それに適したカラーリングになっているのに対して、この時代って本当にブルーといえばこういうネイビーブルーだし、ホワイトに、こういう色味のイエローを使ってたりとかするんだよね。まあ、なんだけど、これはこれで味があって、本当に素晴らしいです。パーフェクトガンダムってやっぱり男心をくすぐるよね。 この肩の巨大なショルダーキャノンも稼働するし、左右に振ることもできます。それからここにアンテナがあります。これ破損注意ですね。背面のセンサーはクリアパーツになっていて、中にシールを貼ります。ガンダムビルドファイターズにも登場して、当時話題になりましたね。あの時のパーフェクトガンダムはかなりスタイリッシュでした。背面はこんな感じです。 少ないパーツ構成なんだけども非常に立体感があって色分けもバッチリといった感じですねここのブルーのパーツはこのように稼働するしあとはバーニアもそれぞれボールジョイントなので稼働しますさあそしたら最後は比較いきましょう過去に組んだアメイジング・レッド・ウォリアマスター・グレードですねそれからフルアーマー・ガンダムちょっとオータファ・カスタム的な感じですお今回のパーフェクトと3つ並べると本当に最高です さあ、そして最後はね、背面にパーフェクトジオングいます。でかー <laughs> これは光沢仕上げにして、トップコートを吹いた後も、あの、ピッカピカになるように磨きましたね。モノアイもちょっとディティールアップパーツを組み込んだりとかして、まあ割とガングっぽい感じを目指した感じですね。これだけ一気はでかいんで、スケール感覚がバグります。これだけ大きさが違います。あとは、 過去に組んだパーフェクトガンダムです。違うんだよ、母ちゃん。こっちは、艶消しに一部デカールなんかを貼っています。ちょっと情報量が増えてますね。あとは、京城くんのマークがあったりとか。そう、このキットね、結構、まあ、この時代が時代だからっていうのもあるんだけどね、引けとか、いろいろと目立つところがあったりとかするんだよね。まあなんだけど、艶消しを吹くと割と、そういったのが落ち着くという感じです。 つや消し吹いちゃうとね、あの、擦れが気になってね、ちょっとガシガシ遊べないんで、まあ遊ぶ用はこっちで行きたいかな。それぞれね、ちょっと簡単に解説すると、左がアメイジングレッドウォーリア。これ発表があった時すごい嬉しかったなレッドウォーリアよりさらにスタイリッシュにしたような感じですね。ベースになってるのがマスターグレードバージョン2となっていて、可動範囲も結構広いです。 それから反対側はフルアーマーガンダム。これも同じくベースとなっているのはマスターグレードのバージョン2となっていて少しアニメのフォルムを意識したプロポーションとなっています。これはパーフェクトガンダムと違い一部ジェルシールでパーツを取り付けるっていうところがあってまあそれが嫌で僕は全部マグネットに置き換えてパチパチ取り付けられるようにしました。でこれは中のガンダムが RX78 のあのお馴染みのカラーのガンダムになってます。まあそれぞれのキット まあ過去に一度レビューしてます。もし興味あればね、ぜひ見てください。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のマスターグレード、パーフェクトガンダムのレビュー、いかがだったでしょうか一緒に楽しんでもらえたなら、本当に嬉しく思います。ガンプラに慣れてない人でも3時間ぐらいあれば、もう普通に組み上がります。それぐらい簡単なキットとなっています。 追加走行の着脱ギミックもうこれをね楽しむに限ります最近のキットの方がパーツ分割が細かかったりするんで、ちゃんと塗ろうとするのなら意外とこういう昔のキットの方が難しかったりするんだよね。引けとか、まあ表面の処理に始まり、 細かいパーツの色分けなど、まあ、少し難易度高いかなと思いますね。あとは塗っちゃうと完全着脱ギミックを楽しむのにちょっと擦れを気にしたりとかしちゃうんで、割とこう部分塗装仕上げでもうとにかく遊び、遊びたいなって人にもね、強くお勧めできるかなと思います。そうしてこれは傑作キットです。いつかね、もし見かけたら、ぜひ組んでみてください今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になった、あ、俺もこのキット気に入ったぞという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。 いつも本当に励みになります。あとはね、どんなことでも結構です。おー、たわ、昔のレビューも見たことあるよ、とかね。アーマーの完全着脱、これすごくいいよね、とか。あ、僕はプラも京城の超撃世代だよ、とかね。あ、世代じゃなくともね、このかっこよさがわかる、とか。最近僕こんなキットを組んでるよ、とか。などなど。どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。今後も定期的にガンプラのレビューします。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした